じゃあ皆さん拍手でパチパチパチお願いします。はい、行きますよ。今から商品情報の提供についての発表します。メンバーは小林、小磯、山田、橋本です。でもちょっと今日は1人しかいないので1人で発表します。まず概要についてです。概要はまずは F5 で、それあとはね、あのリターン、あとすみません、概要はまずは一つの商品の、全て同じ商品について、いろんな違う扱う店によっての価格情報を提供することです。で、もう一つは次は、同じ商品ではなくて、例えばテレビやったらテレビやけど違うメーカーの商品について数社の、その一つ一つの商品の、価格だったり、その商品の、いいところ悪いところを提供します。で、それについて、ユーザー間で、相互に意見交換ができたり、一度チェックした商品については新しい商品が入って、同じような商品が入ってきたら、情報をメールで提供できるようにします。事業ドメインはまず顧客は、最近外出あまり忙しくてできない人とかも多いので外出せずに買い物をしたい人で、ニーズは一人一人に合った商品を選べることで、コンピタンスは、多くの情報を扱うことによってできるだけ正確性を出すことです。で、強みはパソコンでウェブ上なので簡単にアクセスしやすくて、で、プラスさっきも言ったようにいろんなものをたくさん扱うようにして、情報に正確性がある。で、弱みは仲介のみなので儲けが多少少ないかなと思います。で、機械は、ネットショッピングっていうのがずっと最近流行ってるのでそれかなと思います。で、脅威はやっぱり同業者が多いことです。と、成功要因はインターネットの普及によってネットショッピングの需要が高まっているので、ネットのみで買い物を済ませられるということだと思います。あとは同業者が多いので、その一回チェックしたものをメールで知らせれたりすることによって、リピーターを増やしたいです。で、 IT 戦略は掲載商品をできるだけ多くして情報の正確性を重視することと、あとはチェックした商品の更新情報をメールで提供することです。以上です。はい、ありがとうございます。